名電赤坂駅は愛知県豊川市赤坂町松本にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH06 旧保育群音羽町の代表駅だった。何かの利用が可能である。駅集中管理システムが導入された無人駅である。プラットホームからは近くの宮地山が見える。五湯の松並木の松も見える。透明高速道路も見え。 東名明音羽バス停、音羽釜氷インターチェンジへも近い。当駅で購入は不可能だが、名古屋特割に平日、名古屋特別に度休日利用か。もともと赤坂の町は東海道53時の赤坂塾として発展。4両編成対応の相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。6両編成の各駅停車は、後ろ2両は、締め切りとなる。 駅集中管理システムが導入されており、国府駅管理の無人駅。トイレ、自動券売機が設置されている。現在の駅舎は、駅集中管理システム導入時に新設されたもので、それまではホームのみの無人駅であった。改札口は上下選別であり、改札内には、互いのホームを結ぶ連絡通路はない。便所は、名古屋方面ホーム側の改札外にある。 ホーム全体が半径1200メートルの曲線上にあり、湾曲しているが、通過列車に速度制限はかからず、特に下りは最高時速120キロメートルで通過する。また、上り線の御遊駅方には、名古屋本線では珍しく中継信号機が設置されている。当駅は普通列車しか停車しないため、豊橋駅へ行くには、最低1回乗り換えが必要。 愛知県統計所、愛知県統計年間、豊川市の統計覚悟及び、音は調子等によると、1日平均乗車人員及び、乗降人員の推移は、以下の通りである。1000人単位からの外産地豊川市、コミュニティバス等名ハイウェーバス、この国号 E ウィングアイデン赤坂駅に関する、カテゴリー。ありがとうございます。